皆さんこんにちは、藤井寺市長の岡田和樹です。そして、皆さんこんにちは、羽曳野市長の山野葉一でございます。今から、3年前アゼルバイジャンで開催をされましたユネスコ世界遺産会議の方で、モズブリッジ古墳群が大阪で初めてとなります世界遺産の登録を受けました。3年前となるこの日を迎えることができたのも、市民の皆様をはじめ世界遺産登録に関心をいただきました皆様のおかげであると心から感謝をしています。岡田市長いかがでしょうか。はい、この世界遺産モズ古市古墳群は約1600年前から現在に継承されてきておる普遍的な歴史的な価値のあるものだというふうに思います。ちょうどこの3周年という節目、世界の方々に一生懸命我々も発信をしていきながら、またこれからの後世にこれを守り続けていきたいと、そのように思います。はい、羽曳野市、藤井寺地域にある古市古墳群には26基の世界遺産に登録をされた古墳が、普段の市街地の中にございます。街を歩いておりまして、小高い山や丘が見えればほぼ古墳に間違いないと思っていただいてもいいと思います。そしてまた羽曳野市には古市古墳群の名所であります応神天皇陵が墳がございます。これは墳丘の長さでは天皇陵が一番の高さとなりますが、その体積では一番というふうに言われています。また本市には大和建てるの白鳥伝説のゆかりのある白鳥陵古墳がございます。まんまんと水をたたえた堀に浮かぶ小島のような非常に綺麗な大型の前方後円墳でございます。そして藤井寺市には墳丘に登ることができる古墳もございますよね。はい、今我々が立っているこの場所も、世界遺産の一つ鍋塚古墳でございます。それ以外にも都道城山古墳、また小室山古墳といった、150メートルを超える大きな古墳にも実際登っていただくことができます。古代のパワーを肌で感じていただきたいと、そんなふうに思います。それとですね、この鍋塚古墳は、近鉄南大阪線の端の里駅、本当に改札を抜けると目の前にございます。鍋塚古墳、そして中津姫婿子陵古墳、小室山古墳、大鳥塚古墳、そして先ほど山野市長がおっしゃってました応神天皇陵古墳へと古墳がずっと続いていっておりまして、古墳銀座とも言われております。そしてこの藤井寺市、そして羽曳野市にまたがります古墳として墓山古墳もございます。この後はそちらの方にも行ってみたいと思います。ただいま羽曳野市役所の屋上に場所を移しました。こちら私の後ろの方に見えますのが墓山古墳でございます。墳丘長約225メートルの前方後円墳でございまして、堀の外側には4つの方墳、倍塚がございます。そしてこの墓山古墳の堀の水を採取しまして、現在の酵母を作ってですね、その酵母をもとにワイン、そしてまたパンなども作成をしています。ぜひ皆さん機会があれば、お求めいただきまして、古墳から採取された酵母菌を活用したワインやパンを飲んでいただければなというふうに思っています。はい、藤井寺市ではイオン藤井寺ショッピングセンターさんにご協力をいただきながら、古墳に興奮ツアーというイベントを開催もさせていただきました。古墳のマルシェ、またさまざまな体験イベント、そして埴輪を展示したりとかですね、そういった形でやらせていただきました。あとそれとですね、都道城山古墳、こちらの方でも春に晴れ待ち日和というイベントも開催をさせていただきまして、本当におしゃれな、マルシェ、それから、ワークショップですね、またライブも、古墳の中でしていただきました。そういった意味ではやっぱり世界遺産に登録をされてすごく街に賑わいが出てきたなというふうに感じております。羽曳野市さんの方の取り組みとしてはいかがでしょうか。羽曳野市では市民の皆さんと一緒になって世界遺産を守って次の世代へ引き継いでいきたいという
その一環としまして、古墳でルルルというステージやステージ企画、そしてまた古墳グッズの販売など、市民の皆さんの手作りによるイベントを開催し、小さな子どもさんからご年配の方々まで楽しんでいただいております。また、春と秋には応神天皇陵古墳の外号外邸を花束で、春には、菜の花を、そして秋にはコスモスを植えまして、また摘み取り、そしてまた中でいろんな写真を撮って、いろんな古墳に楽しんでいただくという企画もさせていただいております。これからもそうして、この古墳の素晴らしさを皆さんに届けていけたらなというふうに思います。これからも本当に多くの方々に古墳の魅力を知っていただくために、羽曳野市さんと、藤寺市と、連携をですね、これからもどんどん強化をしていきながら、取り組みを進めていきたい、魅力発信を進めていきたいというふうに考えております。ちょうどこの3周年記念に向けましても、約10日間、カウントダウン形式で、両市によって、PR もさせていただきました。そして次は7月の17日もですね、アイセル修羅ホールの方で、3周年記念のイベントの実施もさせていただきます。その時には羽曳野市さんの方の観光協会さんの方にも出展をいただきながら、いろんな商品も持ってきていただけるということで楽しみにしております。これからも羽曳野さんと一緒に頑張ってまいりたい、そのように考えております。藤寺市や羽曳野市に皆様お越しをいただき、古墳をはじめ多くの歴史遺産や街の魅力を感じていただければというふうに思っています。また秋頃には藤寺市と共同で古市古墳群を巡るウォーキングイベントを予定をしています。秋以降もたくさんの皆さんに喜んでいただけるイベントをこれからも共同でしっかりと構築していきたいと思っておりますので、また楽しみにもしていただければと思っています。今後も皆様と一緒にこの世界遺産であります野津古市古墳群を全世界にアピールするとともに、この素晴らしい魅力を後世に守り伝えていきたいと思っておりますので、皆様どうか引き続きのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。